どうも、波風です。本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。本日の動画は女性が欲しいクリスマスプレゼントランキングベスト8です。さあ、お待たせしました。お待たせしすぎたかもしれません。アクション、ということで、先日行いました男性がもらいたいクリスマスプレゼントランキング、そちらと、もう一つね、アンケートを行いまして、今度は女性限定、女性に聞きたいクリスマスにもらいたい、クリスマスにもらったら嬉しいプレゼントランキング、こちらの方アンケートを取りまして、今回総勢65名の方にご協力いただきまして、ご協力してくださった皆さんはね、本当にありがとうございます。ということでね、本日は男性必見、女性がもらいたいクリスマスプレゼントランキング、ちょっとね、男の僕が集計したために、また女性目線で聞いたら、もしかしたらこれはそんなにいらないよとかいうのがあるかもしれないですけども、女性だけにね、フォロー、インスタグラムでアンケートの機能を使いまして、実際にリアルな声ということで、こちら65名の方にね、聞きました。それでは早速始めていきましょう。まあ、ぜひね、男性の皆様はこれを見て、まあ、クリスマスプレゼント何買っていいかわからない方は、ちょっとでもね、参考になれば幸いです。それでは参ります。はい、それでは第8位、8位はちょっと番外編ということで、それぞれ1票だけありました。まずはお金、花束、良質なバスタオル、その時に欲しいもの、サプライズはいらないという形で、第8位番外編は1票ずつあったもので、まずね、お金が欲しいというリアルな声ですね。これは女性でも、彼女にクリスマスプレゼントでお金を渡す人はいるのかな、そんな人。それはちょっとね、夢がないので、まあ、せめて欲しいものを買ってもらうとかね、それがいいんじゃないでしょうか。であとは花束、すごい素敵な花束。でも花束ってすごいですね、なんか枯れちゃうから。でもなんか物ではない嬉しさがあるのかな。あとはその時に欲しいもの、サプライズはいらないので、その時に欲しいものが欲しい。まあこれはちょっとね、リアルなお回答ですね。そして良質なバスタオル、まあ、結構バスタオルだったら何千円かでね、あると思うので、まあ、この辺が第8位ということでした。はい、それでは続いて第7位、ガジェット系、3票、 GoPro スイッチ、こちらは意外と男性の方ではガジェット系が結構上位に食い込んでいたんですけども、まあ、女性も結構ね、実用的なガジェット欲しいという方が、3票ほどおりました。はい、では続いて第6位、洋服、靴が、同一で4票ずつで、第6位となりました。で、洋服の方はですね、オーラリの定番のニットとはアウター、アウター、これどういうのを言うんだろうな。で、靴はレペットのバレーシューズ、マルジェラのブーツ、マルジェのブーツは高いですね、これはね。で、送ってはいけないとされてるけど、靴が欲しい。送ってはいけないとされてるんですね、この靴っていうのは。まあ意外と、まあ、男がね、こう女性にあげるときに困るのは、結構足のサイズとかがね、なかなかわからないので、まあ、この辺がちょっと難点なんですけれども、あと洋服もね、サイズの方が、まあ、ニットとかだったら、ちょっと、さすがに大きすぎるのはあれですけど、まあ、ちょうどいいサイズを買えば着れるんですかね。ということで、洋服と靴が第6位でした。続きまして、第5位。財布です。財布に関しては、ちょっとコメントはあまりなかったので、まあ、財布は第5位ということで、財布、まあ、ブランド物の財布がね、いいんじゃないでしょうか。はい。続きまして、第4位。こちらは旅行です。旅行は男性の方ではあまり出ていなかったんですけれども、女性が欲しいプレゼントということで、
8票ほどね入っておりました。ディズニーに一緒に行きたい、ディズニーのチケット、ディズニーのチケットは大学生の方とかですかね。あとは一緒に泊まりで旅行、夜にプレゼントもあればなおいいということで、まあ、その旅行に行きたいっていう気持ちが嬉しいと。確かに旅行素敵ですね。まあ、物としては残らないけど思い出をプレゼントということで、旅行をプレゼントは結構、まあ、物が欲しい人にとってはちょっと物足りないかもしれないので、旅行とさらに夜にプレゼント、これがいいんじゃないでしょうか。はい。続いて第3位。3位は、コスメ系です。はい。メイクのコスメ系、あとはハンドクリーム、ボディクリーム、ネイルオイルといった感じで、こちらは第、3位は9票となっておりますね。ウカのネイルオイルは嬉しかった。香りも癖がなくていい。自分じゃ買わない高級感のあるボディクリーム。ブランドのリップ。デパコスのリップ。リップはいくつあってもいいということで、こちらはね、まあ、ネイルオイルっていうのは僕もどんなものかあんまりわかんないんですけれども、まあ、ウカというブランドのネイルオイルがすごい嬉しかったということで、あんまりやっぱり香りとかも癖がないものがね、いいんじゃないでしょうか。とは、リップ、僕もこれ、送ったことがあるんですけれども、まあ、ブランドのシャネルのリップとか、あとは最近だと何ですかね、まあ、ナーズのリップとかね、そのあたりの3とか、結構そのリップは、まあ、美容部員さんに聞いてどういう、ね、ものが好きかを彼女に一応聞いといてあげるのがいいんじゃないでしょうか。まあ、持ってないのをねあげるのがいいと思うのでね、その辺も考慮してみてください。高級感なんでボディクリーム、ね、ボディクリームだけだとあんまり値段は高くないと思うので、まあ、ボディクリームとリップとかボディクリームと何かね、こう何個かプレゼントするのも良さそうですね。はい。そして第2位、こちらはねマフラー、手袋とかそういった洋服小物が第2位となりました。こちらは10票で、まあ、彼氏からのマフラーは嬉しい、あとは手袋も嬉しい。いい靴下。アクネのマフラー。モフモフの帽子。モフモフの帽子ってこれどんな帽子かな？ロシア帽みたいなやつですかね。まあなんかマフラーは男性もマフラーが1位だったんですけども、女性の方でもマフラーってやっぱなかなかいいものを買う機会が少ないと思うので、こういうプレゼントでね、アクネのマフラーとかは結構人気があるので、プレゼントにね、いいのではないでしょうか。ただ女性に送る手袋とかいい靴下って結構難しいので、僕でもパッと思い浮かばないんですけども、まあ、この辺も、まあ、手袋とかはあまりやっぱ女性でも買わないですかね、普段ね。ということで、まあ、いい手袋とかがいいということで第2位でした。はい、そして続きまして第1位。トゥルルティン！アクセサリーです。アクセサリーは20票。一番多かったですね、やはり。しかし、いろいろコメントがありまして、センスのいいアクセサリー。怖いですね、これね。センスの悪いアクセサリーは NG です。そして、イヤリング、ピアスは何個あってもいい。ピアスはピアスが開いているかをちゃんと彼女に確認をして、開いていない場合はイヤリングですね。そして、シンプルで華奢なネックレスは 4人ほどおりました。で、シンプルで華奢なブレスレットや指輪。シンプルで華奢っていうのが結構ポイントなようで、あまりなんかごついモデルはNG なようです。あとはやっぱシンプルなアクセでお揃いのものもいいと。結構女性だとお揃いのものがいいっていうのが3人ほどおりましたので、まあお揃いいいんですね、結構ね。やはりやっぱ身につけれるアクセサリーが今回女性がもらいたい1位ということで、男性目線で考えるとどこのブランドのアクセサリーがいいかがわからないので、ぜひね、女性の方コメントで、こちらのコメントに、どういうブランドのアクセサリーが嬉しいかはぜひね、ちょっともらえたら嬉しいです。はい。ということで、センスのいいアクセサリーっていうのがね、重要ですね。これセンスの悪いアクセサリーをプレゼントすると NG プレゼントになってしまうので、そこだけ男性の皆様は注意してください。はい。ということで、本日は女性がクリスマスにもらったら嬉しいプレゼントランキングベスト8でした。今日のね動画も面白かったり参考になった方はぜひ、いいねボタン、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。
アリ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 ア